どうも、ソクラティスとアルゼンチン代表のアクーニャ、生き別れた兄弟感あるで、話見るよ、ザフトボールでーす。ね、作が一緒って感じがしますけれどもね。というわけで始まりました、トークザフトボール。今日も楽しくサッカーの話していきましょう。先日発表したユニフォームでちょっと謝らなきゃいけないことができました。ツイートでは言ったんですけれども、ちょっとですね、ユニフォームの、ある業者の方に頼んでいたって言いますか、そこのね、ホームページで発注から2週間ぐらいかかりますみたいな、僕のね、そのデザインしたユニフォームがっていうところで、そのですね、ちょっと早めにやろうと思って1ヶ月前に受注っていうか発注しようと思ったらですね、僕が選んだユニフォームのブランドがですね、ちょっと在庫がなかったみたいで1ヶ月以上かかるっていう風になりまして、なんでイベントまでにですね、グッズを揃えることができなくなってしまいました。この辺本当申し訳ありません。なのでですね、今タオルは用意してるんですけれども、あとは記念の T シャツを作ろうかなっていうところで迷ってますんで、その辺のね、ご意見もコメントいただけたら嬉しいですし、もしもね、イベントに、行った時にそのグッズを渡してもらうみたいな、そういう記念ユニフォームを渡してもらうみたいな形じゃなくてもですね、通販でそのレオザフットボールデザインユニフォームみたいなのがあったら買うよっていうのもありましたらですね、そういったご意見とか、こうしたらいいんじゃないですかとかくださったら嬉しいです。本日はですね、共存が難しいと言われる選手たちの共存方法を考えようということで、一チームに天才二人いらないとかね、そういう言葉ありましたし、昔で言いますとオシム監督はですね、ユーゴスラビア代表時代にですね、なんか国民から求められるスター選手全部使ったらダメになるっていうのを、分からせるためにですね、そういった起用法をしたみたいに言われています。共存難しいって選手はあえて使ったみたいな。ただですね、現代サッカーちょっとね、戦術なんかがこう進化してきて、なおかつですね、選手それぞれがこうね、天才プレイヤー的な選手もですね、結構走る選手が増えてきましたので、共存難しいけれども決して不可能ではないっていうですね、そんな状況増えてきたと思うんですね。なのでそんな話をですね、5チーム用意しましたんで、一つずつ話していきたいと思います。まずはアルゼンチン代表、メッシとディバラの共存方法を考えました。こちらです。はい、メッシ、ディバラ両方使うことができないとか言われていますね。アルゼンチン代表でですね、僕が見たよくある現象としては、ディバラ、メッシ、この二人がですね、シャドウに使われる3-4-3、前ありましたね。このですね、ディバラ、メッシがシャドウで使われる3-4-3の場合ですね、センターフォワードは誰でもいいんですけれども、ここで、ルジってね、ゴールキーパーになっちゃいましたけれども、ここがですね、一人センターフォワードだとして、で、ボランチの選手、一人ね、めんどくさいんで、ホイスでいいですか、ここ抜かしたとします。これですね、よくあった状況が、ウィングバックがですね、相手のサイドバックを釣り出す。こういう風にですね、フォーバックがこういう風に選手たちがいたとして、サイドバックがこうね、こう釣り出されて、釣り出されたことによって、空いてくるスペースが、ここっていうのは皆さん、わかると思います。ここにですね、流れていく選手、中央の選手がこう流れていくみたいな現象が、メッシもディバラも、チームではですね、ディバラとメッシにボールが入った時に、特にね、当時のユベントスなんかディバラがもっとスタメンで出てたチームですから、入った時にチームが動き出すような、そんな形だったので、この選手たちがスペースで受けるみたいな形がなかったんですね。なんでウィングバックに配されたですね、ディマリアだったりですとか、さっき言ったアクーニャだったりとか、そういった選手の、短期突破が求められるみたいな、そんなチームになっていました。なので、ディバラがこういう風にですね、動かないところを見かねてなのか、メッシがガンガン飛び出すようになってましたね。ただそれは果たしてメッシの良さなのかっていう話がありまして、じゃあどうするべきかっていうところで、僕が今回ですね、考えたのが、先ほどお見せしたですね、ディバラ・メッシ2トップ作戦。これですね、ローマ時代の、トッティとですね、カッサーノから発想を、得た、そんな作戦でして、どっちもセカンドトップキャラなんですけれども、ディバラ・メッシのコンビネーションプラス中盤から出ていく選手、このね、前線のここがためを作ることによって、中盤から出ていく選手たちが、生きるっていう形でして、最近ですね、メッシが低い位置に降りていくっていう、そういう形よく見ますね。なんで、メッシが降りていきます。じゃあ誰が上がりますかっていうところで、今のアルゼンチン代表だと、昨日のブラジル代表との試合敗れてしまいましたけれども、ラウタロ・マーティスとアグエロがですね、二人で、それぞれが個人で駆け引きし合ってる感じでしたが、メッシ降りていく、ディバラがですね、そのメッシほど降りていかないで、間でボールを受けるっていう風になりますと、相手のですね、ディフェンスラインが乱れますので、そこにロチェルソ、ディマリア、タグリアヒコ、デパウルっていうですね、スペースに、飛び出すですね、そういった、特徴も持っているミッドフィルダーの選手が2列目から出ていくみたいな、ローマ時代はこの役割確かペロッティだったかな、そういった選手がやっていまして、このですね、ゼロトップ2人をですね、降りてくるのを前提に組み立てる戦術と、で、切り替えの時にはですね、これ4人上がってますけど、全員上がってるってことはないんで、残った選手たち、この上がってない選手たちが守備の切り替え頑張って、ディバラもね、ある程度はやりますし、メッシも奪えそうな時はやりますんで、ホイスをここに入れたのはですね、昨日も出ていた、
アルゼンチン のパレディスが、アンカーとしてここの、ね、守備がちょっと軽すぎるのと、切り替えの時に抑えるべきスペース分かってない問題っていう。ただアルゼンチンですね、ここのポジションの選手がずっとね不足していまして、その辺で誰に一番やらせられるか、まあアルゼンチンのカゼミロが欲しいわけなんですね。ってなった時に中盤でのですね、まあ経験があってボールはある程度運べて守備も激しくいけるっていうところでホイスをここに入れまして、でプラスホイスがですねカバーしきれないところを3バックにすることによって、昨日のですね、まあオタメンディとかちょっと衰え見えていましたけれども、その人数を増やすことによって一人一人のねカバーリングスペースっていうのをまあ狭くして、それでですね前に出ていってホイスの横をカバーしたりですとか、守備ブロック作るときはタグリアフィコが下がってきて、センターバックのね、ムサッキョが右にちょっと出る、あの昨日言ったあのユベントスのですね、まあ 3-4-3 と 4-4-2 の可変の形で、左タグリアフィコ下がってくる、ディマリア下がってくる、フォイス、ロチェルソ、デパウルでこういう風にですね 4-4-2 を組むみたいな、こういったやり方がですね、今のアルゼンチンの、弱点を、補填しつつ、メッシ、ディバラを両方共存させるとしたらいいのかなというふうに思いました。というわけで続いていきましょう。こちら。はい、サリーユベントスですね。ロナウド、ディバラ。これですね、先日のコメントでですね、ロナウドを中央に使ってディバラ、ドグラス、コスタを、両サイド使うってサリー言ってましたよっていうのがですね、コメントいただきまして、本当っていうふうに思いまして、僕探したら、本人が直接言ったっていうよりですね、結構トゥットメルカートとか、イタリア紙のですね、結構予想っていうか、まあ内部情報も含めてなんでしょうか、そういったところがありまして、なんで、実際に明言はしてないんですね。ただサリー監督ですね、ロナウドに、まあ個人的にですね、まあ、面談をですね、まあ設けまして、そこでですね、これまでのウイングから中入って、ってくるっていうよりも、中央で待つ、よりストライカー的な役割を求めたっていう風に、言われていますね。まあ今までも結構ですね、まあサイドに行くのは中央からこう気分で行ってたみたいな、基本的にはマンジュキッチとかやってたイメージなんですけど、もっとより一層こうサイドにも流れさせないみたいな、そういったゴールマシンとして徹底させるのかなと思います。でサッリ監督のですね、就任会見でのコメントをですね、いろいろ探してきたら、まずベルナルデスキーのこと、ベルナルデスキーは私の好きな選手、バランスに優れ、今はまだ少し継続性が欠けている、彼はキャリアの中で明確な役割を必要とする時期にあると思うっていう風に、コメントしているんですね。でプラス、就任会見で試合の中で違いを作り出せる選手としてロナウド、ディバラ、ドグラス、コスタっていうのを挙げていますので、なのでここの共存が来シーズン見られるのかなって思うんです。っていうところでこの、フォーメーションですね、まあ今までのサリーがやっていた、左でですねアザールだったり、インシニアに やらせていた役割をディバラにやらせる可能性、これだけ出てきたなと。でディバラにですねこの内側に入っていく役割、この役割をやらせたとしたら、このね高い位置に出ていくサイドバックっていうところで、デシエリオよりもですねカンセロの方がその役割得意ですよね。っていう風になりますと、もしかしたら、カンセロがですね、まあ、売られないと言いますか、カンセロにねかなり高いですね移籍金を、こうふっかけているって言い方はあるのかもしれないですけど、マンチェスターシティにですね提示しているっていうのはそういった事情もあるのかなというふうに思いました。でベルナルデスキー、まあ先シーズンもですね状況によってインサイドハーフやっていたんですけれども、そのねハムシク的な役割、チェルシーでその見つからなかった役割をベルナルデスキー、昨シーズンね、生配信でも、何回もですねベルナルデスキー僕言及していましたけど、このね前に行くべきなのか後ろに行くべきなのか、サイドに出ていくべきなのかっていうボールを受ける位置っていうのを常に考えて、その要所要所でファイトしてくれる選手ですので、明確な役割っていうのがハムシクロールになるかもしれません。っていう風になりますと、守備の時にですねディバラ、ロナウド前に残して、こういう形考えられますね。ラビオ、ピアニッチ、ダブルボレッジのドグラス、コスター戻ってくるみたいな、この 4-4 にめちゃくちゃなんかスムーズに、見える形ですよね。っていうところで僕はですねラビオを左インサイドハーフで取ってこう戻る役割なんで、ラムジーは、サリーが就任する前に決まってた選手なんで、ラムジーの使われ方としてはベルナルデスキーとのポジション争い、マトゥイディの使い方、ラビオとのポジション争いになるか、役割がですね、まあ、右左逆になった時の左になるのかっていう、まあ、そういった感じ でベンタンクール、ケディラは、アランとかですねカンテがやっていた役割を、このねベルナルデスキーのところに求められたり、ラビオのところに求められたりしたらやるのかなと思いまして、マンジュキッチがこのドグラス・コスタのところ、ディバラのところに使われるのか、センターフォワードのですね2番手3番手で考えられているのかが、まだわからないポイントです。で個人的にはディバラのですねオフザボールの動きっていうのがずっと改善されないんで、クアドラドのオフザボール、マンジュキッチのオフザボール、ラムジーのオフザボールっていったところを考えると、ディバラをですねまあ外した方がね、ロマンがあるのはディバラっていう感じしますけれども、チームとしてはうまくいくみたいな現象起きちゃうのかなというふうに思っています。続いてこちら、はい、スールシャールユナイテッド、サンチェスとダニエル・ジェームス、今シーズン、スウォンジーから取った左の、ウィングです。いきなりね地味になった感じして申し訳ないっていう感じなんですけれども、左ウィングね、若手選手って言いますか、注目選手取ったんでってなると、ここ使われると、アレクス・サンチェスここ一番得意なんで、じゃあここに使われないかって言ったら、まあ、バルサ時代とかアーセナル時代にも何度かやっていたこのね右サイド、右のウィングですね、
こっちをやらせて斜めに入っていく動き、ラッシュフォードがですね、開けたスペースだったりですとか、この中盤の間でボールを受けてっていう、まあそういった役割をやらせるのかなと思います。ってなった時にこのスペース、ワンビサカですね、酒井宏樹とかセメドタイプで、こういったところの守備得意なんですけど、高い位置上がってった時にですね、持ち上がりはできるんですけど、クロスの精度がそんなに良くないという話は先日しました。なのでこの役割誰にやらせるのか、ワンビサカがこういったスペースでですね、カウンターの守備要員として、相手のカウンターを止める要員として考えられるんだったら、ここに出てく役割、デブライネとか柴崎がやる役割一番得意なのはダロト。ダロトここに走り込んでいってクロス上げるの得意な選手ですね。クロスの精度を送り込む先、非常にいい選手です。なんでこういったですね、ちょっと、まあ右サイドの使い方をね、今までのオーソドックスな形じゃなくて、こういったダロトの使い方で、ちょっと変化を加えられると、かなりですね、サンチェスとジェームス両方使うっていうところでいいなと思いますし、サンチェス売れっていう意見があるのはわかるんですけど、ただ、給料が高くて買取先がなくて、給料負担しながらレンタルするぐらいだったら、僕はチーム残して使った方がいいと思いますし、ね、サンチェスはですね、まあそういった、チームの中で機能させればまだまだ全然できる選手だと思っていますので、であとはですね、ダニエル・ジェームスがそこまでお金かかってないんで絶対使わなきゃいけない存在じゃないとしたらですね、まあ普通にマルシャルもあるんですけど、ラッシュフォードをこっちに持ってきてポグバを高い位置に上げる、このね、ポグバゼロトップで、サンチェス右で、ダロト、そしてですね、フレジなんかをここに使うっていうのも面白いと思いますし、普通にサンチェスゼロトップのですね、またこっちでも面白いと思いますし、そういったですね、このダロトを右のインサイドハーフに使うっていうのは、まあ顔もいいですし、次のベッカムとして、このね、スールシャール、そしてユナイテッドが、こうね、伝統解雇みたいになってるんだったら、その伝統にですね、解雇する中で、次のベッカムにダロトがなれるかっていうところを注目していきたいと思います。では続いてですね、こちら。はい、アーセナルですね、エメリー・アーセナルのオーバメアン、ラカゼット、エジル、ザハ、このですね、あ、なんか指が全然追いつかなかったですね、このですね、4人の共存っていうところなんですけど、僕これですね、すごく見たいんですけど、ムニー増えましたね僕すごい見たいんですけど、これエメリー諦めてるっていうか、実際にですね、昨シーズンも使ってた時にエジル中に使ってラカゼットサイドだったり、オーバメアンサイドだったり、ただこれが全然うまくいかないってありますね。ボール試合できたらこのですね、中にオーバメアン入ってってサイドをですね、まあベジェリンに一人でやらせるみたいな、こうジダン、ロベルト・カルロスの時代みたいなことができるんですけど、ディフェンスラインからのですね、パスの配球だったりプレス体制があんまりアーセナル強くないんで、こういったボールを持って押し込む前提みたいな戦術っていうのはちょっと厳しいのかなと思います。ってなりますと、僕はですね、このエジルをですね、まあサイドに使って普通にですね、このアップダウンの守備させるっていうのはいいのかなと思うんですけど、できなくはないんですけど、エジルの守備ってやっぱり緩いですよね。なんで、運動量はあるんですけど、切り替えのところだったり、マーク決められた選手にずっとつくっていうところだったり、ってなると今のですね、アーセナルの補強の噂で上がってくるのはムニエだったり、ザハじゃないですか。ここをですね、両方使うってなると、エメリが考えてるのは、こういうことなのかなっていうふうに思うんですよね。はい、この 3-4-3。これ一応モンレアルがですね、左のウィングバックになっちゃってますけど、一応ね、コシェルニー、ソクラティス、モンレアルの3バックか、もしくはコシェルニー、ソクラティス、ベジェリンを3バックに一角に考えてるか。ベジェリンの場合もですね、ワンビサカとかほどではないですけど、こういった高い位置で仕事させるよりも、守備にですね、こう、重きを置いたような、なんだったら一番コンディションいい時とか、こっからこっちまでカバーニング行くみたいな、そういったこともできる選手なんで、ってなると僕はベジェリンがいてムニエを狙ってるっていうのはですね、これしか考えられないんで、まあ、中央の並びは3412なのか3421なのかわかりませんが、僕はですね、エジル・ムヒタリアン。まあ、ムヒタリアンはここのね、どっちかの、このラカゼットだったり、ザハとか出れないとこだったり、オバメは出れないとき、ラカゼット1列上げて、ムヒタリアンとか考えてると思いますけど、僕はエジルをですね、基本的に常に使ってっていうことは、今のエミリは考えてないんじゃないかなって思いつつ、共存させるならさっきの442でですね、ディフェンスラインに、もうちょっとですね、スーパーな選手、ボールをつなげて、なおかつ人数が少ない状態でも守れるみたいな選手が必要なんだろうなというふうに思います。というわけで、最後はこちら。はい、ジダン・マドリー。アザールとビニシウスの共存ですね、このですね、アザール・ビニシウスっていうのはポジションが左ウィングで被りますんで、そういったところで共存させる上でアザールのトップ下、これですね、守備の時には当然ビニシウス、まあ若手なんで戻るでしょう。こういう風に戻ってアザールがですね、守備ブロックに参加せずで、ボール奪った瞬間にこのですね、裏に出ていく選手、あ、これね、クルトは今思えば名前入れるの忘れましたけれども、別にタイはありません、でですね、アザールがこうスペースにね、出ていって、そこからカウンター仕掛けるとかで、ボールポゼッションする時はビニシウスありますけれども、そのね、内側アザール使ったりですとか、こう飛び出していくチェルシーとかの時にね、調子いい時にこうやっていたストライカーの役割っていうのをやるのがいいのかなと思いまして、でまず気になるポイントとしてはマリアーノですね。マリアーノに関しては昨シーズン出番を与えられてませんでしたが、今シーズンまだ放出の噂が上がっていなくて、このまま出されないとしたら、マリアーノがですね、レアルマドリーノ
ユベントスでいうマンジュキッチの役割ですね、昨シーズンまででいう。ここの守備頑張りつつ、ヨビッチが空けたスペースに斜めに入っていくみたいな、マリアーノすごくね、ジャンプ力もありまして、空中戦の競り合いなんかも強いんで、こういった使い方できたら面白いんじゃないかなと思いつつ、まあ、ジダンがやらないだろうなっていうところで、ね、普通にね、ビニシウス出さないでアザールをですね、基本使いそうですけど、この2人を共存させるんだったら、このやり方で、ボールのね、出し手系の、出し手的なキャラクターのビニシウス、アザールなので、あのヨビッチとですね、まあ、ベンゼマだとこのねヨビッチをゴールから遠ざけさせてここの守備させるっていうのはちょっとねあんまり特徴生かしてない感じがするんで、ヨビッチベンゼマのどっちかを使ってそれでですねマリアーノのここの守備ね、運動量とかもありそうなタイプなんで、このやり方をやらせるっていうのが僕は一番スムーズなんじゃないかなっていうふうに思います。マルセロに関してはメンディーをですね取ってきてですね、あのポジションなくなっちゃった感じなんですけれども、ジダンのことをすごくあの慕う発言していまして、ジダンもマルセロの守備が悪くてもレギロンよりもかなり重用していましたっていうところで、僕はですね、マルセロを復活させるんだったら左のインサイドハーフだと思うんですね、まあ、ビニシウスには一旦退いてもらって、マルセロがここに入ってアザールここみたいな形の、まあこういった形の時にね、マリアのところにビニシウスでもいいんですけれども、ただそれでもですねやっぱりボールの受け手がいないっていうか、ゴール前でねこうヨビッチが空けたスペース入ってくっていう選手がいないんで、まあこの状態だとまあ守備の選手が、多いんで、ヨビッチと、ベンゼマね、ベンゼマヨビッチみたいな、マリアのがベンゼマだと思ってください、変えるのめんどくさいんでごめんなさい、マリアのところがベンゼマだと思ってヨビッチ入ってくみたいな、まあ今までのレアルマドリードパターンでいいと思うんですけど、まあこのね、左のインサイドハーフマルセロの場合、メンディが上がった時のここはね本来のポジションになりますし、あのマルセロ高い位置でのコンビネーションも上手くて、こういったところからミドルシュートとかも決めていますんで、マルセロを中盤に使えばですね、今出ているセバージョスが移籍した後に中盤のね単純なコマ数が少なくなる問題っていうのも解決できて、でここにね、クロースとマルセロでですね、まあポジションの層も厚くなって、モドリッチもフル出場は厳しくなると思いますんで、マルセロを右サイドのインサイドハーフにして、カルバハルとかですね、オドリオソラが上がった時にその裏を、使わせて、あの左利きなんで内側に視野を取りつつって感じで、守備の時にはですね、カゼミロとクロースがダブルボランチの形になって、右のインサイドハーフマルセロ で中央入ってきて、またですねあのビルドアップって言いますか、ボール引き出すみたいな、ちょっとマルセロのですね、守備の弱さをこう隠しつつ攻撃でですね司令塔的な役割を担ってもらうみたいな、これすごく面白いんじゃないかなっていうふうに思いますんで、マルセロをね今後使っていくとしたらこの形で、そうするとメンディの控えでレギュロンも残しておけますし、僕はマルセロと、このメンディの共存というところでこれかなりありなんじゃないかなというふうに思いました。というわけでいかがだったでしょうか、皆さんが思うですねあの選手たちの共存厳しいって言われるけどこのやり方ならいいぞみたいなコメントしていただけたら嬉しいです。いいねコメントチャンネル登録よろしくお願いします。レオザルトボールでした。ボーイ。